今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。5分間スタートです。今すぐ帰ってみたいですからね。はい、アオリイカさん行きましょう。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。24時30分確保って全然その時間じゃないのに深夜アニメ始まる時間を言ってしまった。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。逮捕、逮捕って普通に通り過ぎて言ってしまった。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。指令、キララジャンプを許可してください。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。捜査二課高橋、発砲許可願います。ちいかわの録画もお願いします。帰れないからね。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。普通に130キロ出してしまう。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。頼む、なんかワンピースの考察知らないと言いながらカツ丼出した。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。交通課なんですけど、長いあのチョークで違反してる車の横に俺のゆるゆりを邪魔するなと書いて。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。取り調べ室でなんでこいつ吐かねえんだよってイライラしながらずっとメモ帳に慶応みたいに警察って書いてる。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。辞表とともに上司を撃ち抜いた。そこまでやらない。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。7時5分逮捕。待って、ドラえもん始まっちゃってるじゃん。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。事件は会議室で起きてるんじゃない、東京 MX で起きてんだ。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。痴漢、いやいや、冤罪冤罪、こいつ冤罪顔してる。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。もう帳簿が終わんなくて、もうイライラして、もう出演犯人、犯人って声優みたいに書いた。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。うぅー、この一帯の蔵などを見ていない人全員検挙です。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。ずっと追いかけてた事件がやっと解決した瞬間、ハム太郎みたいにヘケッと笑った。今すぐ帰ってアニメが見たい警察官がやりそうなこと。大丈夫、あと3分いける、俺オープニングは飛ばす派だから。いいですね。はい、54点高得点です。以上 G ブロックでした。ありがとうございました。